来週トアの代役が見つかりました。ベテランチです。壁です。トアです。いやー来た来たなー、うん、見つかった。見つかっちゃったんや。寂しそう。複雑やな。うん、そうやな、うん、マジでもういらん。え、今日では最後かもな。うん、うん、完璧。完璧な代役。全く同じフォルムのピース。ほな、まあええんやけど。いやーもう安心して医者になってくれ。助かるな。うん、まあ数年前からね、とは医学部生と YouTube を掛け持ちしてて忙しいと。そうですね。で、今年は6年生になって、うん、もう就活もあるから撮影もなかなか来れないとか、うん、結構来週にとって危機的状況というか、うん、まあメインのメンバーの一人がいないっていうことで、うん、どうするんやってなったけど、うん、見つかりました。よかった。ホッとしてます、それに関しては本当に、うん、僕が見つけてきまして、もうさすがやっぱ僕を見つけただけあって。そうなんや。同じピース見つけるのうまいんや、やっぱり。まあ、一緒の感情なんだ。初めてトア見たと一緒マジで。あ、ほんまに中3の時に出会った。うん、うんうん、俺びっくりした。完全に代役いける。そっくりマジでそっくりもそっくりそうや、ね、笑い方とかもそっくりやもんな。そっくり、なんか目が細なる感じとかも一緒でマジで一緒やわ。うん、一緒やな。うん、じゃあちょっと早速呼び入れたいと思います。トアの代役で今日来ていただきました、お笑い芸人カザーノアキルズの飛び出せ安藤さんです。どうぞ。うわ、お願いします。よし、はい、いやー、嬉しい。いや、違う。いやいや、初めましてですけど、はい。初めまして。いやいや、何がな何何全く一緒、はい。何も聞かされたのが来てますけど、うん、はい。企画はお伝えせずに来ていただいたんですけど、はい、今話した通りでですね、うん、僕たちの中でも会議を重ねまして、うん、安藤さんに白羽の矢が当たったという形になります。うん、え、当たったね。そう、一緒かええ、いや、俺はその今、絡みとかないから、わかんないですけど。でもその俺もその絡みとかないから、わかんないですけど、うん、一緒っすよ。え、向かい合ってくださいよ。この一緒。違う。髪の色から何から。全て違いますけど。マジで一緒やんな。え、芸人さんということで。ああ、いえいえ、はい、うん。よろしくお願いします。はい、そこだけやな。M1 でも準々決勝行かれたりとか。ああ、いやいやいや、知ってくれます。マジで。昔からね。え、昔というのは何ですか、昔っていうのは。3年前ぐらいから。え、まあまあまあ、昔から。超やさか。まだ昔ですよ、うんうん、全然。ギャオが擦り切れるぐらい見たかった。マジで。ほんまですか、行くんちゃうか思ったもんな。もうギャオで、うわーって。ギャオでバズってたんじゃん。ギャオだけでめっちゃ見たもん。カザーノアキルズの YouTube を見させていただきまして、ね、他のチャンネル出ますよみたいなおっしゃってたんで、うん、ぜひ出ていただきたい、はい、あれ見てるやつおるんや俺もだってあんな、その DM もらって、来た時点で、何のことかわからなくて、最初で。見ましたって言われて、見たからなんでこれ誘われてんねやと思ったら、あ、そうか、こういうのがあったなってなって、出させていただきますっていうことで、来ましたけど。来ていただいて。いやいや、うん、意外なとこから来たねって感じです。いい意味やからな。もうずっと好きなんだよ。うん、ありがとうございます。うん、あの、最近でも上京されたじゃないですか。はい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 、はい、うん。どうですか、どうですか、はい、状況さ。ざっくりした質問。どうですかいや、でも、楽しく やってますよ、うんうん。ちゃんと。うん。楽しく。うん、楽しかったら明るい。いや、それはね。いや、もう合ってます。マジでトアと一緒やな。うん、俺もその質問されたら、うん、全く同じこと返しますよ。そうやな。楽しくやってますですもん。それはそれでなんか、俺がなんかその、想定外のこと言ってないみたいな。そういうのも心配しちゃう俺も。うわ、気遣いの人や。うん。すげえ。そりゃ、嬉しい。よかったなとは。よかった、マジで。刀に降りたな。うん。え、いや、ほんまこれからの来場お願いします。いや、その、医学部生でもないですけど、大丈夫ですか、そこも経歴は違いますけど。違うんか、うん、経歴はしゃあないです。あ、笑い芸人さんですもん。あ、まあまあまあね。そこもその、一応医学生としてやってるんで、はいはいはい、YouTube におけるその役割とかマジで同じな感じがします。うん、お笑い界におけるカザーノアキルズさんと、うん、YouTube における来週一緒。うん、サンドバッグやで。そうなんですよ。お笑い界のサンドバッグを、俺らはお笑いのサンドバッグを担ってるから、ボコボコにされるという状態になりますけど、大丈夫ですかそれは。全然大丈夫。一緒やな。一緒。いや、ほんま安藤さんと直接会えるの、ほんま、ずっとあの、YouTube の山本が作ってるあの、あれね。オトマットで。オトマットで。俺、自分らの YouTube に跳ねてると言われる。山本のオトマットで。何万回も再生されてるから。挨拶だけをループさせて。ババッ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 
なんやあの才能あれ。すごい才能やあれ。風穴、風穴、ババ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 もっと他のとこ行かせるはずやあの才能は。俺らじゃなくて。僕も4年前とかかな、初めての出会いは。M1 の2020の準々決勝。はいはい、はいはい、初めて行った時。刑務所のやっぱネタ。はいはいはい。たまらんかったっすね、マジで初めて見た時。よう覚えてるな。うん。四千頭身消えるなって。いやいや、どこ名前ちゃんと言ったらあかん。びっくりした、マジで。雰囲気全然違うよ。四千頭身消えるなって。生徒ゴールみたいな。違う違う。どこが好きやった、その。バン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 見せしめや。違う違う違う、信吉や。じゃあ信吉や。そうっすね。俺んとこじゃない。それも好きです。もちろん。いやいやいや。信吉さんのさ、あれを制するツッコミ。いや、俺は安藤さんが好きよ。あれ？え？安藤さんの本来のそのツッコミの役目である訂正は終わってんのに、その後、威嚇みたいな。俺たちそう映ってるんや。あ、俺威嚇してるって言ってる。威嚇ある、威嚇ある。訂正プラス威嚇で構成されてる感じ。え？あ、そうだよ。あ、そう言われたら確かに。ええ加減にせえよ、お前みたいなのが、その一言ついてくるっていう。確かに。必要以上に言ってる時も確かに。そうなんです。確かに、それはそうなんです。たまらんっす。たまらんっすね。うん、ありがとうございます。いやいやいや本当にありがたい。いや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 、なんか安藤さんも来週を見てくれてるみたいな。あ、まあそのね、ツイッターに流れてきたやつをちょろちょろ見させてもらってますよ。ほんまかな、どうも。ほんまかな。さっきも言ってくださってましたけど。いやいや言ってましたよ、うん、なんか怪しまれてるけど、うん、嘘なんちゃうかな。え、もう俺の知ってる安藤さんはそんな見る人じゃない。何言うの。俺がもし芸人さんやったら見ないっすね。せやな、今俺らに気使って言ってくれてるっていうことやな、ね、ほんまに見ててもちょっと確かに最低限喋れますよ。いや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 、YouTube は見ますからね、俺も。え、ほんとっすか？ YouTube、 いや、見えひんやつ、いる？この時代に。じわじわやな。この時代に YouTube 見んやついる、そんな。でも芸人さんじゃないですか。やっぱ今何年目でしたっけ。今14年。14年目っすよね、うん、ってなったらもう笑わないというか YouTube 見て。いやいやいや、 YouTuber 風情がみたいな。いやいや、そんな風にはでもね思わないですけども、まあそのやっぱそのガーガー笑うことはさ、さすがにさすがか。そう、変な話だ。 YouTube ってでもそういうもん。そうですね、そうです。もちろんニコというかニヤニヤニヤしながら見るのが YouTube やと思ってますし。そうですね、ね、なんでこんな言い訳してたかよくわかんないんですけど。いやいや、だからそう、見ますよ、YouTube。来週以外だったらどういうの見られるんですか？え？これ、わかるね。バレてます、もしかしたら。バンバンザイとか。違う。嫌かも。いやいや、だから。エロいやつでしょ、エロいやつ。バンバンザイ、エロいやつを見てます。中でもエロいやつ。中でもエロいやつ。そうやな。ロッキーとか、あの、水着のやつとか。うわ、とはと一緒や。え？好きです、僕も。ほんまにバンバンザイ。バンバンザイ。水着のやつ。水着のやつ。あ、一緒や。ルックブック。ルックブックだ。うわー、すごい、一緒かい、ほんまに。ほんまに見るかい。一緒でした。一緒だった、ほんまに。見るよ、そりゃ。ルックブックはともなく。そうそうそう。あの服が入れ替わるシーンが一番いい。なんか謎の下着みたいなやつ。そうそうそう。最初あれ下着から始まるんですよ、なぜか。あそこへ。いやー、ということで。ということで。エロいということで。いや、素晴らしい。いや、それ一個で。多分他も一緒っすよ。節々に感じる。なんか趣味とかありますか？趣味、まあでも映画見たりとか。ああ、とかあるな。見る。まあ映画は、映画は一緒のやつおるか。最近何見ました？最近ね、アマプラで。あ、入ってる入ってる。入ってるわ。怪しい。入ってる入ってる。入ってるよ。入ってるよ。空入ってるでしょ、アマプラ。でもあれ、エイリアン。うわ怖いった。怖い。一緒すぎて怖い。いや、俺、エイリアンが映画の中で一番好きなんで、何回も見るんですよ。俺もそういうのある。エイリアンがこの世で一番面白い映画やと思ってる。そういうのある、マジでそういうのある。で、何回も見てるんです。何回も見る。そういうの何回見ても面白い。で、最近も見た。3回も見た。3回も見ました。とは最近なんか見た映画、福原遥さんがね、あの主演の、え、映画館でちゃんと、しかも俺や、あの花が、あの花が落ちる頃みたいな、あの花が見える丘で君とまた君ともう一回会いたいみたいなやつっす。え、そんななんか同じようなやつがいっぱいあるようなやつ見た。あれほんま長いタイトルの長いタイトルだけど、その中身全部一緒のやつで、病気になったりとか、病気になったり、儚いやつ、あれ、あれ、あんな絶対見ない。俺は。いやいやいや。いやいや。俺もその時期ありました。え？その時期俺も。先に先に。何何何？俺もその時期。え、その並走してるんじゃなくて、俺
それはちょっと遅れてるっていうこと。何？いや俺もそのエイリアンとか見てたわ昔。エイリアンかそっち行くことほんな悪いけどな。育てていかなあかんねん。いやそうなんでしょうかもしれない。いやいやいや、あれって将来的にトーンになんねや、うん、あれマジで避けるけどな。あれ出てきたら、その時期ありました。マジで避けてたかっこいい。これが丸なんねや。丸なる。丸いんか。うん、避けてたな。そっか。感想はその映画の。いい、めちゃくちゃおもろかったっすよ。泣いた2回。え、2回泣きましたよ。あんな映画で泣くことないで。あんな映画、いやーまだ若いっすね、うん、え、それはでも結構そうか、後のとはっていう部分もあるんや、うん、そうやな、冷戦とかな、もろなっていくし。なんか映画以外で今流行ってることとか。映画マイブームというか、うん、マイブーム、安藤さんの中で、うん、マイブームはでもまあせが東京来たんで、うんうんうん、ちょっとなんか飯屋開拓するとかは、うん、うーわこんなんはは何がいい？こんなの何？マジで一緒。最近開拓した店とか。あーでも、どんぶりで、なんていう、あれなんていうんだろう。説明むずい飯。難しい。なんか、ローストビーフ丼のなんか、アッシュみたいな。こんな立体的な。いや、ほんま、山盛り。はい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 。こうなってるから。わかるわかる。あの、お肉の白いのとかかかってるやつじゃないですか。それ。え、ローストビーフ丼やん。ですよね。白いのとかかかってるやつですよ、ね。かかってるやつ。ほら。え、一緒？一緒。え、マジでそれ食ってた時期ある。え、まだ先行ってるよ。はまずね、何状況が5、6年遅いですから。え、僕5、6年前に上京してるんで。とはもう、そうか、千葉に来て、今、7年目とか。いくつ今25っすね。25、7年目、え、俺33で。やっぱ1年目なんで。1年目。な、7、8年遅れてる。そうなってきますね、その状況のあれで言うと。遅れすぎちゃう。俺、いや、まあ、7、8年どっかで無駄にしてる。安藤さんが40。無駄にしてる。聞き捨てならぞ。ちょっとその辺は目つぶってたけどな。無駄にしてるとかは。あの差が40になったぐらいで今のとはになる。え、そう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 。来た。いやでかいでかい。何が？嬉しいな。いやでかいな。安心してる。未完の待機。え、俺最後俺ゴール？ゴール？ゴール？俺が死ぬ時はこうなってるっていう。でもそれでも追いつけてないっていう。そうですね。でも追いつかせてくれるんじゃないですか、2人。いや、もちろん、もちろん。ピークはもちろん、トアを超える可能性もあると思う。うん、全然あると思う。正直超えると思います、僕は。もうトアいらんのじゃない？いらん。うん、いや、僕も正直思ってます。いた方がいいって。正直頭打ちやったしな。そうっすね、もう。えぐいこと言われてる。いやいや、でも僕も思ってました、正直。えぐいこと？いや、全部思ってました。まだ20代中尾で頭打ちとか言われて。全然全然。怒った方がいいけど。僕も思ってました。いや、怒った方がいいとかも思ったりもします。俺が思うことは絶対思ってるっていうことでいい。一緒なんですよ、やっぱ思うことは。それまず前提として共有しておきたい。え、俺はもう、俺の思考は、うん、もうすでに。さっき通ってんすよ、僕も一回。一個下の脳みそってことで。いやいや、下とかじゃない。下とかじゃない。早いだけ。そうですね。伸びしろ全体としては、安藤さんが上に行くんだけど。そう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 。もちろん。時間軸が分からへん。俺はいつから周回遅れとかしてる。俺の脳みそは。いやでも一緒っす、マジでほんまにほぼ同じこと考えてると思って。たまたま一緒。え、それはでも他のジャンルだったら多分安藤さんが先行ってることとかもあるだろうし、うんうん、たまたま映画はこいつの方が先行ったっていうだけです、うん、俺の趣味とか全部、いや、そうかもしんないだけで。え、そうっすね。でも俺のアイデンティティどこなの。もう一緒っす、ほぼ一緒っす。え、でも安藤さんにしか出せない色ももちろんあるんで。いや、そう評価する感じやめてくれ。なんか大丈夫です、大丈夫です、みたいな。まだ大丈夫です。絶対行きます、絶対行きます。いやいや、いらいらいら、そんな。いや、助かるな。いや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 、そんな。申し訳ない。でも、安藤さんにそんな、来週がこのまま大きくなるかどうか分かんないっていうのが、ほんま申し訳ない。そのまま代役任せちゃうから。いやいや、絶対大丈夫、安藤さんがいれば。いや、よかった。高校生ちゃうで。一緒っす。ほんまか？いやもうトアだから一回出ようもう、うん、もうトアおったら今トア2になっちゃってるな、うん、そうですね、バランス悪い。ちょっとお前一回画面から飛び出せ。画面から飛び出せ。おい、雑にいじっとんで。何急に。さあ、お願いします。もう3人の状態で多分トークしたらもうぴったり、うん、ほんまにもう安藤さんが言ってることってもう僕の発言として多分もう視聴者さんは全部聞こえると思うんで。ほんまに、うん、マジで一緒やと思う。ほんまそう。どっちが消えても一緒です、正直。なんで？じゃあ俺でいい。じゃあ俺でいいや。僕が代役として今日聞いていただいてるんで、すいません、お願いします。いや、そう、安心してください、皆さん大丈夫です。ほんま普通にトークしてトアに見てもらおう、その様子を。あー、うん、トークというか、はい、もう普通に普段の安藤さんの感
感じでほんまに喋ってもらったらいいんで。でもどうですか、本当上京して何ヶ月ぐらい経ってありますか。もう3ヶ月4ヶ月ぐらい。どうですか、活動の調子は良くなって上がってきてます。いやまあ正直まだ何も分かってないというか、3ヶ月4ヶ月だから全然、まあ、分からへん状態で。はあ、結構とわやな。もういやてか、まあ、トアの過去の話を今聞けてる感じがあるな。こんな薄いんか。そうやね。何も分かってない過去。何も分かってない過去。いやあ、ピアノマンってことですか。過去。分かりませんで、いきなりなんか人前に来て。ピアノマンってこと。わあ、トアやな。一人暮らし。一人暮らし、公園で。おお、いいっすね。いいっすね。青春やな。なんか困ってることとかあります、その一人暮らしで。ああでもなんか請求書がいっぱい来てどれを払ったらいいか分かんない。俺どれを、今俺は何を払えばいいの。これはでも前のなんかその同じ会社の督促のやつの感じもあるけど、どれを払ったらいいやみたいな。何回も送ってきますもんね。そうそうそう、それがそれに関してはベテランチや。えそうっすね、全く一緒。え、うん、それはね、とりあえず払っとけばいいんですよ。全部とりあえず全部払っといて。え、そうなの、二重に払って。いやあれね、向こうでうまいことやってくれるんで、後々。あ、そうなんや。引いといてくれる。あー、なるほど。え、いや、いいっすね、通ったわ。最終マジで一人に任せれるんじゃん。やばい。俺も返すもおらんくなって、一人、うん、来週すぎやで俺、さすがに来週やって俺。ダメじゃん、ほんまや、ぴったりじゃん、完全に来週や。いやちょっとやっぱ似てるな、いろんなところ、うん、似てる。なんか他も聞きたいな。こんなんでしょ、確率論でそんなサブったらいっぱい出てくるはずやろ、こんな。え、なんか、うん、スポーツとかも好きっすか。あーでも昔あの高校の時バレーボールやってましたよ。おお、そうやったんや。いいっすね、バレーボール。え、ポジションは。レフト、うん、おお、やってないやろ、誰も。やってた。やってた。やったよな。やってる。気する。結構バレーボールやってました。え？こんな黒いやつおらんかったで、バレーボール。え、ここの時白くて。いや、そうそうそう。え？ポジションは？ポジションレフト。おお、一緒や。そうやな。レフト。レフトにしたらちっちゃいけど。結構飛べるんですよ、僕。せんな。うん。ああ、まあまあ、そのタイプはいるか、さすがに。結構ブロックフォローとかちゃんと言ってました、僕。え？これ？完全にやってるやつのワードやもん。一緒やん。うん、やってる。ブロックフォローは噛んでもいけるけどな。詳しい、バレー。え、高校は関西ですか？関西。滋賀県の高校で。あ、滋賀。ああ。さすがに滋賀は無理やろ。さすがに。滋賀県はないで、これ。滋賀どこっすか？何高校？滋賀の、東大津高校っていう高校。おー。ああ。なんかそんな感じやったよなとはな。ほんまか？滋賀っす。じゃあ嘘やん。滋賀っすわ。滋賀っす。で、ほぼ一緒っすね。え、高校は？高校、関西っす。いや、関西は分かるけど、関西は分かるけど、いや、高校名ちゃんと。ゼゼじゃないっす。じゃない。ゼゼではない。ゼゼではない。なんか、知ってるとこ出したな、今。ゼゼとか。え、もうずっと滋賀っすか、地元。前の最初滋賀で、大学は京都やけど。ああ、京都で。そこではお笑いとかはまだやってない。なお笑いをしたくて、2回生ぐらいの時に、同志社大学の喜劇研究会、はいはい、有名なっていうところの門叩いたら、弾き返されて、門になんかメール送ったら帰ってこなくて、で、未だにあのサークルだけ許してない。あそこだけほんまに。突っ込みすぎちゃうからとかですかね。いや、そんな突っ込んでた俺。当時から。当時からもう全員分突っ込んじゃうからみたいなこと、うん。そっちの方がええやん。そんな、エースやん、そんな。そうっすね。サークルとしては。で、入れなかった。入れなかったんで、松竹芸能の養成所に2回戦の時入りました。ああ、なるほど、なるほど。ああ。そこから風穴開けれずになっていくということ。いや、まあまあね、後々っていう。うん、ここは絶対に違うやん。人生。ここは。うん。まあでも、一緒やんな、ほぼな。まあ似たようなもんすけどね、出会いと別れなんで。研修入って、病院行くみたいなのは、うん。まあその養成所経て、プロになるみたいな。一緒。一緒っすね、その人生の作りとしては。うん。一緒かな。今だから養成所、千葉にある養成所で、うん、そうそうそう。大学のこと養成所って言ってんの。そうですね、修行を勉強させてもらって、いろいろスキルとか、学ばせてもらって、そこから羽ばたいていくっていう。そこからそうやな、うん。予選に出ていく。そうですね、プロになっていくっていう。予選？そうですね、予選。医者のこと、病院のこと、寄せって呼んでるの。そうですね、病院はそうっすよね。似たようなもんかな。劇場接客業みたいなもんやもんな、大きく見たら。大きく見たらそうですね、技術職やろ。それ芸人もでもそうでしょ、それ言いでしたら。うん。いや、まあ確かにな。なんか、ちゃ、いやでも。笑いは最高の薬みたいな言いますやん。もう一緒っすよ。一緒っすよ。人元気にする仕事ですから。そうそうそう。一緒っすよ。は？驚くわ。うん。どういう志で芸人になろうって思ったんですか？
いやまあでもやっぱまあ面白いことしたいもあるけど、まあまあちょっと目立ってればいいかなっていうのは目立ちたいっていう、まあ、まあでもちょっとあるじゃないですか、そうですね、人前立つ以上なんか面白いと思われて目立ちたいみたいな、うん、ああじゃあもう昔から結構クラスでも目立つようなという、いえいえいえ、どんな高校生活やったんですか。滋賀の五軍滋賀の五軍すごいですよ、滋賀の五軍じゃあ大阪やったらもう八軍だ、いや八軍どこじゃ14軍ぐらいのすごいですよ、これはそう大阪の14軍、14軍、そう、暑いですね、大阪ってね、14軍までそうか、そうか、でもめっちゃ遅れてますね、だからとはもうやっぱ小学校時代、大阪の14軍やったんで、小学校でそカーストあるどこそれ小学校のカーストあるとこ、そんな阪南、阪南出身が、うん、出身が阪南、うん、14軍っすね、14軍やな大阪の14軍っす、阪南、でも目立ちたいから来週やってるもんね、まあまあそうですね、やっぱ面白いって思われたいっていうのがやっぱり一つ軸としてあって、で始めたって感じですね。だからすごい向いてるなって思います、もう一緒やと思います、完全にモチベが、いや一緒やな、いやでも俺初めて14年経ってるわけで、えなこれの期間は俺はどこに当てはめたらいいっていうでも俺の14年を俺はどこに当てはめたらいい、その14年はどういう14年ですか。いやだからそのお笑いを下積みしていろんなライブ出てとかの14年ですよ、それは。まあ嫌なことも言われます、もちろんね、どんなこと言われる、普通に面白くないとかちゃんと面と向かって言われるとか、うんうん、うるさいから嫌いとか、ね、言われますよ、それはもちろん。その辺はでも俺でしょ、これは、さすがに。よう言われますよ、最近。そう、ろくな人生じゃないよ、その。普通にお笑いやってなくてそれ言われるの。お笑いやってないのに面白くないって言われると。言われますね、全然。YouTube とかでも。うん。よう言われます。YouTube で？コメ欄でもな、そういう叩かれ方とかするときあるもんな。多様支配しすぎてるみたいな。うん喋りすぎみたいな、喋りすぎとか、今日絶対安藤さんも言われますよ、もう上がってこいよでも僕も同じスタンスなんですよ、そう全く同じスタンスなんですよ、上がってこいよなんですよ、僕もかかってこいよ、かかってこいよなんですよ、僕もマジでめっちゃ見える、いやでも俺は正直でもそのかかってこいよにはその自分の体格とかの後ろ盾があるから、うん、なんとなくそのまだあのファイティングポート取れるけど、えそのそれ どういう心気で言ってると、え、もう強いオスやと思ってるんで僕自分の、え、いやいや全然怖くないんですよね、そういうのが、安藤さん何されても相当強いオスっすもんね、いやまあ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 、まあ、オスとしては自信はある、そのフィジカルに自信はあるいやなんかと昔デリバリーのバイトしててマンションのエレベーター入った時におじさんが一緒に乗ってきて、急に君格闘技やってんのかって言われて、いややってないです、お笑いやってますって言ったらもったいないな仲間でもやりなさいって言われて、それぐらいのフィジカル的にはあるけど、うん、僕も怖いもんとかないんであんまり、それはでもその良くないよ、後ろの手がないのに怖いもんないのは死んでしまうからでも、うん、社会的地位とかがやっぱあるんじゃないですか、わかんないですけど、まあ確かに、ね、未来の医者みたいなのがそうさせてんじゃないですか、もしかしたら、うん、そうやと思ってます、僕は。そっちの方がええやんけ未来ある方が未来あるんかい、俺はフィジカルだけでしかないけどえ？一緒っすよ。いや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 。未来あれあびっくりした今。めっちゃ未来あるやん。一緒？そうっすね。いやいや一緒っすよ。え？いや違うよ。未来あるんすよ僕たち。同じスタートラインってこと？そうです。え？俺だからそのスタートラインの前から走ってたってことになるけどそうなんすか。俺スタートラインないのに俺あれゴールやと思って走ったけどあれスタートラインやってなったってことだよ、あそうそうそう、14年走って14年走ったらあれとはという、はい、ここがスタートラインですかみたいな、運営の人に確認するみたいな状態になってて、でもそっちの方が多分人生としてはいいと思いますよ絶対、いやいや早い方がいいって、いやいやそんなことないです、楽しいですもん、いやでかいっすね、でもここでスタートライン見つけれたっていうのは、いやプラスすぎるんですよ、それここで見つけれたとか、その言い訳のために見つけれた、みんななんか言うけど、その人生失敗した時にここでなんかこういうのが分かったのかみたいなとか言うけど、あんなの言い訳やから、もっと早く分かった方がいいやから、こんな10代のうちに分かってた方が絶対にプラスやねんか、早く成功するんやから、理論的っすね、いや理論的っすね、一緒っす、うん、いやいやだからその詰め方一緒やわ、気づくんすよね俺もそういうの、これほんまとあのモラハラ気質と一緒というか、うん、一緒、リズムでな、うん、人のことを詰めるからな、俺今のモラハラやった、気づいてないっすよね、うん、僕もなんですよ、人に言われて初めて気づくんす、うん、
え、俺モラハラ俺モラハラえ、そうなんです。そうです。うん、こんな感じなんや。うん、そうよ。いや、よかったっすね、気づけて。かなり。いや、それいらん、その気づけてよかったですね。とはもうほんま3、4ヶ月前ぐらいに気づいたんですよ。モラハラ、うん、え、そっちやったら早いんやから、20代のうちに気づいたんやから。そういや、そうです。だから。俺だから今まで気づかううちにモラハラしてた可能性があったってことでしょ。いや、こっからだから、14年間気づけたのでかい。いや、14年間、誰か俺はその、嫌われて生きたってことになるやん。ツッコミって本質的にモラハラなんで。え、ツッコミってモラハラ？いやいやそう。だから、その、間違ったことを指摘してる。そうっすよね。がモラハラ。自信の後ろ盾になるのは安藤さんなんでしょ？体格。ああ、モラハラ。モラハラやむっちゃ。めっちゃモラハラっす。むっちゃモラハラやパワーを後ろ盾にしと、パワハラなのか何なのか。うん、でも、暴力は行使はしてないんですよね。してない。そういうことっす。え？行使はせずに圧をかけてるってことなんですよ、周りに。え？米軍と一緒っすよ。俺、言いの場合できひんよ。俺、米軍だもん。米軍でもあります。米軍でもあるし。ドアでもあるし。米軍米軍っす。米軍俺も米軍。米軍なうん。米軍とか結構参考にしてます。米軍の何を参考にするの米軍も。米軍とか、はい。え？よかったな。結構もう一緒っていうことが分かってきた。うん。でもちょっとそのディテールがやっぱ詰めれてないか。いや、そうっすね。まあ、その、基本やっぱ3人で喋ってるの見てて、あ、普段のライジュってこんな感じなんやっていうのも客観的に見ることできたし。こんな感じだったほんまにこんな感じです。ほんま、うん、視聴者さんもこういう目線でやっぱ、うん、俺たちの動画見てくれてるんやっていうのがすごい分かって、うん、すごいまあ、安心できたんですけど、うん、まあ、ちょっと違うと。だいぶちゃうやろ何がやねん、ちょっとちゃう。ちょっとちゃうとこ。ちゃうんやったらちゃうで、だいぶ違うって。いや、ちょっとだけ違うんですよね。ほんまほぼ一緒っすよ。どこがな例えばどういうところがちょっと違うのまず、灘中高に通ってました。まあ、ほんまちょっとのさ、ビサ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 。え、ちょ、東志向高校と灘高やろ。口に出されへんぐらいの差あんで。ほんまに。いや、あるある、東志向高校。いや、灘高とかに受験しても、恥かいたやつが来るとかないから、東志向高校って。でもほぼ灘じゃないですか。うん、どこがやねん。いや、灘高校、うん、受験する気すらなかった。そうですね。一応そのコンセプトとしては一応灘高卒っていうので一応グループでやってるんで、それぞれその共有してる思い出とかもあるぞっていうのは一個。そうです。うちはネタみたいな当時の懐かしい、はい、動画も出してるんで。神戸にある学校ですね。いや、舐めすぎやろ。関西やろ、一緒。舐めすぎやろ。そこのバックグラウンド共通の。いや、灘高ぐらいは知ってますよ、それもちろん、うん。バックグラウンドがあるぞっていう。だから、灘の当時の思い出とかもし喋ることになったら。そうですね、喋ってほしいし。そう。うん、灘の思い出。あ、まあ、大学も。まあまあ、千葉大学の医学部に通ってまして。ああ。そこの設定だけはちょっと整合性。うん。こっからなんか書き換えていきましょうよ。いや、俺としての人格。いや、違うと、だって、立命館大学の法学部やから。うん、しっかりした大学結構重研中堅ほぼ一緒やからマジで一緒ちゃうって向いてる方向ずっと一緒医学部と法学部やろ違うってずっと一緒も一緒で違う違うでも根は真面目っていう、うん、真面目っていうのもそうやし、まあ、やっぱ基本キーとか使っちゃいますね気遣いとか、うん、そんなん誰でもやそ使わないやつの方がつまはじきにされるってそんなん誰でもやって気使います気使わんやつの方が珍しいわそんないやじゃあもう一緒っすよいやでも僕の中でやっぱ誰が気使い役かって言ったらとはいやいや、うん、そうですね結構まあバランスを取るっていう感じですかね、うん、絶対風穴開けるんでもやっぱ安藤さんがバランスを取ってた絶対そう、うん、まあまあ消去法でなしゃあないからやってるけどあとあれもあるっすね後輩なんで一応一個下後輩キャラというか先輩人立てたりとかネガティブなことはあんま言わないえもう手遅れちゃうかそれはネガティブなこと全然まだ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 大丈夫です、はい、ここスタートラインうん。ちょー、またあったよ、奥にスタートライン。まだあるで、スタートライン。もう数歩進んだなんか、な、どこやねん。でっかいライン書いといてくれやもん、もう。スタートライン、その、太くて、でかいの。スタートですって書いてくれると。俺もわからん、どっから全力出して向かってきゃわからへんから。文字でね。もう、ほぼできてました、マジで。ほんま一緒でした。言おうと思ったこととかもさっき言われたりとかしてたし。えスタートラインの話とか全く同じこと思ってたし。いや、俺もなんか、俺の思考って何俺の思考はどうつながってるの意味ないことになっちゃう。意味ない。え、俺喋ってることってゼロってことだぞ。何も喋ってないと一緒ってこと俺が喋ってるのがゼロなんですよ。せやな。逆さんが主で、お前が10やもんな。うん。そこは忘れないでください。ちょっと難しいわ。まだ。何が安藤さんがゼロで、うん、あいつのやったことを真似してるんじゃなくて、うん、逆で、安藤さんがすごくて、あいつは安藤さんを真似しちゃってるんですよ。
そうです。は？まあまあでも大丈夫です、もう。ほんま？はい、もうとわって読んでいいですか？え？いやよ。違うもんだって。ええ、一緒っすでも、ほんまに。とりあえずもう、こっからは、とわとして。俺が？はい。もうそういう感じで喋るってこと？そうです、もう、今言った数点あったじゃないですか。灘に通ってて、千葉大学部で、動画全体のバランス考えたりとかして、まあちょっと後輩キャラでもあるぞっていう。あと、本当はバレーじゃなくてソフトテニス。あ、ソフトテニス。中学でやってたな。よっしゃ来たほら。いいじゃないですか。たまあでも、その感じで、まあやってくれたら、もう安心して任せれるんで。二人ももうほんま安心して。普段の俺と接する感じで、トワと接してくれたら。トワ久しぶり。久しぶり。うわぁ。久しぶりですか。あ、そう、久しぶり。そうです。僕が、ならね、本当の僕なら、まあ久しぶりっす、みたいな感じで行くぞっていう。後輩やからっていうことで。そうですね。はい。いやぁ、トワが久しぶりに動画に出てくれることになりました。本当、よかったです。あ、お久しぶりです。いや、忙しかったよな。いや、まあ、その、あれですね、やっぱり、医学の道が険しいので、医学の道が険しいので。いや、せんな。いや、はい、その医学が、はい。医学ってすごい難しい。なんか最近、その、頑張って覚えた病名とかあんの？え？最近、頑張って。だってテスト近いやんか、その、6年生の終わりにテストあるわけやからさ、そこに向けて、医師国家試験に向けて勉強してるわけやから、はい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 。なんかこれ、覚えが苦労したなみたいな。なんかあの赤血球が足りんくなるやつ。赤血球が足りんくなるなんかそういうやつは覚えました、ね。そういう病気があるというのは覚えました。え、大変やな。いや、まあなんかでも、いや、どういう医者になっていきたい？え？とはさ、いや、あれっすね。でもなんかこの東京中の病人をなくしたい。せやんな。いやー、立派やな。首都を元気に、首都を元気にしたい。あ、そこは、そう。何系の医者というか、どういう。何かで働くみたいな。整形外科。整形外科？おぉ。あ、怪我治す。そう、だからやっぱ、怪我人が、やっぱ、病気より怪我人がやっぱ多い。うわ、そうかそうか。だから最近やっぱ、とは大怪我したから、それのリハビリとかもあって、やっぱ整形外科になりたい。この先生すごいなって、こんなリハビリとかも教えてくれるから。そっかそっか。え、どこ怪我したんやっけ最近ソフトテニスで。え？十字靭帯。おぉそうやな。そうやな。そうやんな。嬉しい。素晴らしい。大体十字靭帯だけどな。当たるとは。断裂しましたもんね。いやちょっとほんまにビートいっちゃってね。うわぁ。どういうプレイで断裂したんやっけ。あーでもなんか、まあその5メートルぐらい先にある、ほんま前衛のとこ、もうその前衛無視していっちゃって、前衛のラケットがその靭帯に。当たって、断裂。シーワーかよ。いや、ちょっと、やっぱ、こちらだって、なんか、即席で組んだダブルスやったから、ちょっと。ちょっとやっぱ。なるほどなぁ。ちょっとなっちゃったんですよね。そうですよね。ほんまにソフトテニスやってたのか。確かに。やってたはずやな。やってた。やってたのに弱いな。いや、まあまあ、そういうのがやっぱちょっとね、やっぱ、息が合わんかったらちょっと。そうか、そうか、そうか、そうか。いや、とは、最近、恋愛事情とかどうですか？え？あ、でも、なんか、同じ学部の、おギャル。いい感じの子いるっすか？なんか、ギャル。脳外科医目指してるギャル。脳外科医目指してるギャル。がいて。もうそれ仲良くなってる。あ、結構仲良くなったっすよ。なんかきっかけとか？いや、なんか、大学歩いてて、で、向こうからその、ギャルが来て、で、なんか、大きい参考書をギャルが落とし、大きい参考書。でも、モテてなくて。あ、医学のなんか、大学みたいな。なんか、やっぱ女性の力ではモテへんぐらいの参考書を落として、まあ、拾ってあげたときに、ちょっと男らしいってなって。男らしいってなって。この思い、持ち上げて。医学書を片手であげたときに、ああってなって。そうか、やっぱ医学の参考書重いから。重いから、やっぱり。グレイとかね。グレイ。グレイ解剖学とかね。グレイ解、うん。そうか、そうか。グレイ解剖学。なんかね、やっぱ。いや、ギャル好きって言ってたもんな。いっぱいの。ギャル好きですね、ギャルは。ギャル好きですね。やっぱ AV とかもそういうのもやっぱギャル好きですね。ギャル、いっぱい見ますね。どういう AV 見るんやっけ？ビーチで、
嘘みたいなギャルが。そうえ、そうやんな。そう、生で見たことない嘘みたいなギャルが、なんか、あエロいことするやつを。そうやんな。だって S か M かで言うと、まあ M。いやもんな。そうそうそう。いやもんな。トアはそうよ。風俗とかもよく行くもんね、トアは。あー、で、行きますよ。ちょっとあんま言えないですけど。え、どういう風俗行く？え？いや、まあ、標準でもう一つの穴の方もやってくれる。M なんで。あー、あーそうか、そうか、そうか、トアは。ちくりごとパッて。な。まあ、M なんだよね。うん、そうやな。いやもうこれからまた3人で頑張っていけると思ったほんま嬉しいな。いやほんま、いや僕もちょっと戻ってこいたんで、はい、戻ってこいたんで。いやこれからなんか、はい、YouTube をまあ頑張っていく上での気持ちというか、はい、どういう風にやっていきたいとかあるとは。はいやでもあれっすね、なんかと届けたいっすね、なんかその、うん、こうやって生きてるんだよっていう気持ちとかを、はい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 、生き様とか、まあ、その、はい、画面の奥の人に見せたい、見せたい。うわ、だってあれやもんな、その座右の銘あれっすもんね、あれやもんな。え、あー座右の銘ね、うん、その、あの一刀両断やっぱ一刀両断のところをみんなに見てもらおう。そうだな、俺はもう何でももうバサバサ切っていくぞっていう見せたい。いやそうやんな、やっぱせやんな。これからも3人で頑張っていく。いやうまっすね。登録者何人ぐらい目指すとは。え4000万4000万いややっぱ夢でかいな。やっぱ日本の多分3分の1ぐらいがもういてるぐらいの、うん、どうもそうやな。じゃあ やってけそうやな。これからベテランチと壁とトアの3人をよろしくお願いいたします、うん、頑張っていきましょう。頑張っていきましょ う,、はい、頑張っていきましょう。ありがとうございました。いけてるわけないやろ何やねん。いや難しいって